いよいよ新月10日の大祝福ツアーが始まったね、カエルくん。今日の福島ジャグルから始まって、青森の大間は朝子ハウス、青森市内のサブライム、そして郡山では健康ランド招きの湯とピークアクションでやるんだって。これが前半戦さ。後半戦は、後半戦は山口県の岩井島、広島、長崎、それから九州を回って福島に戻ってくるんだ。福島の満月祭をやったら最終日は福島ジャグルチャンボリー。ジャンボジェット、それはボーイング747だよ。じゃあブルースリー、リーしか合ってないよ。ジャン・リュック・ポンティ、誰それ。あ、一つ忘れてた、新月のポンコツギターの中野の地元萩でもやるんだった。ただ心配なんだよね、地元じゃ有名なバカだから。あ、痛い、何するんだカエルくん、やめて。ジャン・リュック・ポンティはフランク・ザッパとやってたジャズバイオリニストだろ。マハビシュヌオーケストラでのジョン・マクラフリンとの掛け合いはもはや伝説だね。え、何の説明。そして中野も萩で伝説のギタープレイを披露することになるだろう。うん、なんだこの勢いだけのポンコツギターはって。うるさい。そして歌うんだ。え、歌っちゃうの、ギターの話は。うるさい、新しい魂の叫びを聞け。え、ちょっとこんがらがった何さ、新しい、ちょっとカエルくん、こんがらがちょっと僕にかぶって変な歌を歌うのやめて、こんがらがった、うるさい、こんがらがった、僕にかぶらない、かぶられてない。大祝福ポーズ。来月の1月18日はいよいよ福島ジャグルジャンボリーだね、カエルくん。そうだね、今回は四つ倉の海岸でやるんだ。海だよ、海、夏っぽくて最高だね。僕はね、海水が嫌いなんだ。そんなことだから井の中の蛙、大会を知らずって言われちゃうんだ。え？だって僕皮膚呼吸なんで、塩分で体の水分が抜け出ちゃうんですよ。うるさい、カエルくんも海に向かって歌うんだ。知ってるかい、カエルくん、海は叫ぶためにあるんだぜ。いや、でも体の水分が。うるさい、一緒に歌うんだ。こんがらがー